こんにちは。はい、業界33年、不動産バカの頑固親父、アイナル不動産センターの矢吹匠と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こちら私の似顔絵でございます。私の娘がですね、ある方に頼んで作ってもらったやつなんですが、似てますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、2回目の紹介になりますが、私が書きましたですね、小冊子でございます。はい、不動産の査定売却で泣く人笑う人、明暗を分ける依頼先の選び方ということで、書かせていただきました。結構ですね、これをまとめるのに、3ヶ月からですね4ヶ月ぐらい、ちょっとね時間がかかったんですが、A4 番でございます。手作りでございます。41ページございますんでね、関心のある方はですね無料でお送りしますんで、ぜひ、ご請求ください。私がですね、なんで、この小冊子を作ったかと言いますとですね、不動産を売るということ、あるいは売ろうかなということは、ほとんどの方がですね、生涯の中でそんなに経験することではないんだろうと思います。場合によっては全く経験されないという方もいらっしゃいますけどね、そういう方は構わないんですが、何らかの事情でですね、住まいを売却したい、あるいはお持ちのですね、土地をですね、売りたいと、そういったですね、ニーズが出てくる場合があります。そういった場合ですね、普通の方はですね、新聞折り込みとかですね、あるいは街を走ってますと目に飛び込んでくる看板ございますよね。あるいは場合によってはですね、ここはいわき地区でございますが、本当に街を歩きますとですね、ある特定の業者のですね、広告看板といいますか、ステッカーといいますか、本当に数多く飛び込んできます。そうなりますとですね、ほとんどの方はですね、どうしてもねそういったところに、電話をしてしまう、あるいはですね、その会社に、訪問してしまうというケースが多いんだろうと思いますね。これはこれでね、仕方のないことということになりますけども、本来はですね、そこに行く前に、あるいはね、電話をしてしまう前にですね、やっぱりですね、大きな取引、売買となりますとね、大変金額の張るですね、場合によっては、人生をね、狂わしてしまう、そのぐらいの大きな取引になりますんでね、少なくともですね、事前に、少し、そんなに、時間、皆さんお忙しいですからね、取ることが難しいのかと思いますけども、予備知識といいますか、少し勉強していただきたいなと、やっぱ最低限ですね、押さえておきたい、ものってあるんだと思うんですね。そういったところをですね、ぜひ、自分自身を、防衛するといいますか、どうせならですね、損もしたくないし、すっきりしたいと、そういったことをですねサポートさせていただければなと思いまして、書いたものでございます。今回ですね、この小冊子をですね、作成して、それにあたってですね、作っただけではね、私の机の上に置いただけでは何の意味もございませんので、皆様に告知させていただくということで、またねこれチラシを作らせていただいております。ちょっと何言ってんだというような内容かもしれません。
不動産はまだ売るなと。まあ、売るなというのは今すぐ売らないでくださいね。この小冊子をぜひですね、その前に読んだらいかがでしょうかという、まあ一つのですね、私のご提言でございます。この小冊子を読んでいただいて、まあ、予備知識をですね、少し、頭に蓄えていただいて、それからですね、売却行動といいますかね、不動産会社を探したり、あるいは相談したい人を探したりという行動に移っていただけばですね、そんなにね、何度も経験することではありませんので、少しでもですね、自分自身のためになる、なると言いますか、まあ、ご自身でですね、主導権を握るということの意味においてもですね、お勧めしたいと思っています。まあ、私が、ね、コロナ禍読んでいたか分かりますけれども、ここに3つ書いてあります。この小冊子を、ね、読むことによって得られるものは何ですかということですが、まあ、不動産を売ろうとする前に、最低限ね、押さえておきたおかなければならないポイントがありますよと。それが分かるようになりますと。2つ目ですね、不動産会社の名前を知ってる、よく見かけると。まあ、そういったことだけでね、電話をしてしまうということの、まあ、危うさもですね、まあ、ぜひね、理解していただきたい。まあ、理解できるようになりますよと。まあ、3つ目がですね、まあ、その依頼先といいますか、不動産会社を選択する判断基準というのがありますね。まあ、いろんな不動産会社がありますし、いろんな社長さんがいろんな思いで会社を経営されています。そこで働いていらっしゃるですね、従業員の方もいろんな方がいらっしゃいます。まあ、そういった数々のですね、会社経営者あるいは担当者、まあ、その中でですね、どうやってね、選んだらいいのと、まあ、その基準は何なんだろうなということ、まあまあ、いわゆる心を開いて、悩みをね、打ち明けられる人が、まあ、見つかるようになるんじゃないかなと、そういった内容も書かれております。まあ、目的は当然 あるんですが、まあ、不動産を売ろうとするときにね、どうしようかなと検討するときにですね、まあ、間違った情報、表面上だけの情報にね、惑わされないように大切なことを知っていただきたいなということ。あと、まあ、たくさんある不動産会社の中でね、まあ、どんな会社、どんな人に相談したらいいのか参考にしていただきたいと。まあ、あと小冊子を読んでいただいてですね、まあ、この不動産バカの頑固親父、私のこともね、少し書いておきましたんで、まあ、10人ぐらいに1人ぐらいですかね、住人のうち1人ぐらい、まあ、この頑固親父にちょっと相談してみようかと。まあ、そういった人もね、いないかなという、まあ、思い出ですね、もあります。あと、まあ、もっと大きな目的はですね、まあ、皆さんの周り、あなた様の周りでですね、不動産問題困ってるんだと、あるいは、まあ、これからこうしようと思ってんだけどなと、まあ、そういった方がもしいらっしゃいましたらね、まあ、この小冊子を口コミしていただいてですね、ぜひ紹介していただきたいなと、まあ、こういった思いがございます。まあ、なんでこんな、ね、回りくどいことをするんだという方も非常に多いです。まあね、いわきでも300社ほど不動産会社ありますけども、まあ、こんなことをね、やってるところは多分ないんだと思います。まあ、それはそれで構いません。そこは不動産バカの頑固親父でございますから、まあ、ぜひですね、ご関心のある方、呼んでみたいなという方は、ご請求ください。電話で結構ですよ。0246-45 のですね、2344、0246-45の2344、仕事
不動産よしと覚えておいてください。よろしくお願いいたします。